どうもライスゲームズのライスです。では続きをやっていきたいと思います。プレイファイブ4。よし、前回どこまで行ったっけ。あ、そう結構カットしちゃったんだよな。実際1時間ぐらい録画したんだけど、結構長くてめっちゃカットでねやっちゃったんだよね。炭鉱はね強いのであんまり使わないようにしたいので、よし行くぞ。こんでぐらいでいいだろ。おい、どこ行くんだっけ。とりあえずみんな集めたよね。みんな集めて、よし、みんな集めたから、よっしゃい、行くぜ。どこに行くんだっけ。マリオくん、村長が君を探していたぞ。お礼を何か言いたいそうで急いで行った前、ついでにお宝の道のことも教えてもらうかもしれないぞ。ということで行ってみよう。ここら辺からね、実はあんまり覚えてないんだよな。何回もやったはずなんだけどな。本当にね、覚えてないんだよな。本当に覚えてない。マリオさん、チビヨッシーたちを助けてくださって、なんとお礼を申し上げたらいいか。本当にありがとうございます。感謝であります。ところで、マリオさん、確かグズグズ火山へ行きたいとおっしゃってましたね。実は火山へ行く方法を思い出したんです。さ、こちらへ。なんじゃい。このヨッシー強そうだな。あれ、この辺にあったはずなんだかな。パラパラパラー。キューちゃんの像。ヨッシー村の村長からもらったクリスタルのキューちゃん。ムッシーのキューちゃん。ジャングル島の奥に住むキューちゃんを貸してくれる。どっかあったよ。あったあった。多分動画では見せてないんですけど。あんたたちをグズグズ山に行くよ。私は安定できないね。まあそりゃそうだろう。お前だって焼き魚なんじゃ。なんとも中添えの話だね。まあ今過去のマリオの過去の話を今話してるって感じか。もうせっかくの僕らの最後まで付き合ってやろうじゃないのということか。よーし、行くか。動画では見しないんだよ多分。もうすげえ時間かかったから、すげえもうめっちゃカットしてたんだけども、ジャングルの奥にこれをね置く場所があるんだよね。ここで話しかけた方がいいんだよ。これほら、まあお宝の情報はないって。ここ。あ、見ての通り、あそこになんだ、お宝が入るような、さっきのキューちゃんのやつが入るようなやつだな。これなんだっけ。光るだけ。キューちゃんの塔。ドド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 ド
くれた人ありがとうございます。まあ、コメントちょっと、まあ、まだ少ないんで、もうちょっと溜まってから、てかもうあの程度だったらもうちょっと返せるっていうね。だからちょっと質問コーナーは今迷い中でございます。なのでもうちょっとね、もう、まあ、10個20個ぐらいあったら動画にできるかなと思うので、もうちょっと、まあコメント欲しいかなと。まあ、大体あの僕が投稿して、まあ、動画回数、動画の使用回数、視聴回数が大体3なんですよね。だからまあコメントしてくれるあの3、コメントしてくれる3人がなぁと、まあ、最近はね思いつつあります。まあなんか毎日見てくる人が固定でいるっていうのはすごくものすごくありがたいので、まあ、毎日ね本当投稿できるよう頑張りたいです。どんなに忙しくてもね、相当忙しかったら無理だけどね、まあ、相当忙しいことも、まあ、僕の人生ないので、僕の相当忙しいはもう超忙しいです。ねこのブロックはね、あのここの水をね、あれすればあれすればいいから、ついでになんか実況してほしいものとかあるかな。俺あんまりこうやっぱマリオっていうかその、まあ、今 Wii がね家にあるからね、まあ、Wii でできるものをやってるけど、まあプレスリープレフォーはね持ってないしな、ニンテンドースイッチもないしな、まあ一つぐらいはね機種買えると思うから、まあ、ぜひねやってほしいもの一つぐらいはね、まあ、無理やりでもできる一つなんですね。
無理やりできるから何かなぁ、いいのないかなぁ。バイオハザードは正直ね、ホラーはね、あんまりね、僕ビビんないからね、ビビるっていうね、笑っちゃうからね、正直。そのなんだ、なんか驚かそうとするところで驚くけど、そのなんかうわーってはなるけど、なんかうおなんかね、もう最初笑っちゃうというね。タイラントとか最初の頃超笑っちゃったもん。まあ、正直言って何のゲームがやりたいかっていうと、やっぱね、このペーパーマリオシリーズをね、やっぱやりたいな。なんでかって言ったら、まあ、このゲームかなり好きなのと、ゲームキューブの方はね、一回プレイして、別の動画とかも全然見てないから、まあ、もう一回したいのっていうのがあるかな。あとは、Wii の、なんだっけ、スーパーウルトラなんとかかんとか。スーパーウラボトラなんとかかんとか、ほとんどなんとかかんとか。ヤッホースーパーウルトラなんとかはね、実はやったことないんだよな、Wii のやつは。Wii のゲームは、本当にね、全然やったことないから、Wii のゲームをね、ちょっとやりたいなって。だからね、一応、Wii のゲームがね、一番応募してる。うん。応募してるっておかしい。一番やりたいかな。えい、ー、おお、いっぱい取れたね。Wii のゲームがやりたいんだよ、正直。なんで Wii のゲームをやってないかって言ったら、まあ、その時僕当時モンスターハンターセカンドにハマってて、セカンド、セカンド G、サードみたいな感じで、あとポケモンもハマってたから、Wii のゲーム、プレスリーのゲームは、実は全然やってないんだよな。まあ、あえて、まあ、やったと言うなら、そうだな、ディスガイア系かな。ディスガイア3、4、3やったっけ？あ、3もやった。3もやって、5もやった。3、4、5D、SD も全部やったな。だからね、プレスリーと Wii のゲームをね、正直ちょっとやりたいんだよな。さすがに、なんだ、Wii U か。Wii U はね、正直、まあ、Wii U でもいいんだけどね。まあ、Wii U なんかあんま面白くなさそうなゲームで。まあ、まずはね、Wii のゲームをやりたいからね。Wii のゲームを、まあ、正直募集中っちゃ募集中。まあ、正直はね、このマリオシリーズは全部やっていくつもりだけどね。Wii のやつも買ってから。ほんと Wii のゲームやってないんだよな。ほんとにね、びっくりするぐらいやってない。マリオパーティー6あたり。はい、6。その変なやつを買ったけど。まあ、スマブラ X ずっとやってたからな、その時は。ピクミン3もやってないし、あれピクミン3って Wii U だっけ？お、よく来た。誰かがここに来るのは久しぶりなね、何年ぶりなね、忘れちゃったぜ。いかにも私はこの島の主、ビッグ Q ちゃんだ。困ってることなら何でもかんでもどんどん言うとよい。苦しゅうない。お、あんたがマリオか。了解、なるほど。火山に来たし、道はない。それで困ってるわけだ。OK、助けるわ。実はこのビッグ Q ちゃん、あんたがここに来ることは、星のお告げを聞いて知ってた。あんたに渡すすごくて丈夫なものがある。でもそれは後で。まずは火山へ行くための道を何とかしてあげよう。キュー！一人仲間なんだ。キュッキュッ！よく来た！キューちゃんたちよ。お仕事ができるのだよ。これから説明するね。よーく聞くように。はーい。ということなので、よーく聞いたか？よろしい。さあ、みんなで行くのです。さっさと私の後にきちんとついてくるのです。バーイ。後ろの背景すごいなのよ、思ったら。すげえ、もう全部伝わりきたな。バーイ。ビヨンビヨン。イエーイ。いや、そんなんで伸びる。ピンキの爆発なんとかなりそうや。いや、Wii のゲームってなんか面白いのあるかな。スマブレックスで、あと何したっけ俺。俺な、覚えてない。あ、俺ファイアーエンブレムやったわ。Wii のファイアーエンブレム。
なんでまあファイアエンブレムやったかっていうと、まあ、友達がゲームキューブでやったやつの続編、なんとかの奇跡やったんじゃない、あのアイトルっていうやつ、あれでねやったんだよ、あれの続きで。さあキューちゃん道を作ろうです。だからね、もうちょっとなんか本当 YouTube にもうちょっと集中できればね、いろんな動画をね同時にね、まあ配信っていうのができるんだけどね、仕事をしながらっていうのはちょっと難しいものがあるよね。うめ、これはキュキュッキュー、おお完成なんですキュー。さあこれで火山に行けるんだった、ありがとうキューちゃん。おお素晴らしい、これで火山の中に行くことができそうだよ。ではマリオくん、さっき先に行かせてもらうよ。この間のお宝が私を呼んでいる。バイバイ。さあ行くぞ。花のこの子を先に行くなんて結構ずるしない。それはともかくさっき言っていたすごくて丈夫なやつをウルトラストーンをもらった。ランクアップの時に仲間をウルトラランクにできる不思議な、これ欲しかったんだよ正直。こいつは大昔ビッグキューちゃんがこの城で見つけたウルトラストーン、こいつを持っていればこれからあんたが見つけたスーパーボックスのスーパーランクになっているお仲間をさらにウルトラランクにパワーアップさせることもできるんだ。あんたの仲間が あんたのパワーがアップがあんたの冒険をうまくするために、やりやっていくぞー、ゴー、推しの成果を追いつけを連れてきた、くれぐれも大事に持ってきなさい。ではさらばだ、じゃねー。正直ね、ちょっとねポケモン、初代ポケモンもねちょっとね迷ったんだよね実は。いろいろ考えたんだよね、けどなんかいろんな人がいろんな楽しみ方をしてるから、ね、ポケモンはいいかなとは思うんだけどね、実際ねポケモンでね、あの名を上げてる人ってかなりいるからね、ポケモンやりたいんだよね、特に初代、初代だな特に。いえ回復、今何だ16分か、まだ大丈夫ぜい、おえ漂う雰囲気、これが火山の中ってやつか。マリオとも判明、マリオと判明、ボスに報告、ボスに報告、ボスに報告、お前は機械か、お前は機械か、出してくぜい。正直ね、まあ今日ちょっと14、うーむ、なんだか危険な人に変わりが知らない、しかし冒険に危険がつくの、未だに知られざるお宝を目指して前進あるのみ、トーン、ズーン、なんだこの岩、沈むじゃないか、達成なことや、おお、あっすぐ爆発するんだ。今なんて言おうとしたんだっけ、今なんて言おうとしたんだ、あそうそうそう、今日14日録画してんだけど、あれだな、ホワイトデーのなんか企画考えようかなと思ったけど、なんかイメージつかなくてな、正直僕のサムネにしてるね、シルタンをね、シルタンをね作ろうなかなとは思ったんだけどな、実はなクリスマスイブのやつ失敗してんだよな、クリスマスイブじゃない、これつけてなかったっけ、ホワイトデーじゃなくて、ホワイトデーじゃなくてなんだっけ、火の玉モンスターバブルだ、溶岩の近くに生息してるんだ、最大 HP は9で攻撃力は4、攻撃力は0、熱い火の玉だから踏み付けるとダメージを受けるからね、時々俺だけに攻撃するんだ、攻撃するときの攻撃は2だよ、火だけに水や氷の攻撃に弱いんだ、はっ、よいしょい、ホワイトデーじゃなくてなんだっけ、2月14日のあれ、あ、バレンタインデー、やっと思い出した、バレンタインデーだ、全然燃やせない、なんでこんなバカみたいなバカみたいなことを思い出せんやったの。でね、まあ、バレンタインデーのね、2月14日ですね、コーヒーじゃねえ、チョコをね作ろうと思ったんだよ、チョコを作ろうと思ったんだけど、チョコを作ろうと思ったんだけど、まあ、意外にもね難しくてね失敗しちゃったんだよね、なんでだろうね、普通に難しかったよ、
で、まあ、いろいろ考えて、今月のもう過ぎちゃったけど、投稿するときにはもうだいぶ過ぎてるけど、過ぎちゃったけど、やろうと思ったんだよ。やろうと思ったんだけどな、寝ちゃった。時メットだよ。メットにトゲがついてるんだ。最大 HP は4で攻撃力は3、防御力は4。メットと同じで硬いし、火の攻撃は効かないんだ。でもひっくり返すと防御力が下がるよ。ジャンプで死ねやね。ピヨン。うえー。メット弱いな。イエーイエー。決まった。まあいろいろ考えたわけですよ。寝ちゃったけど。今年は寝ちゃったけど、寝ちゃったんだけど、まあね、まあ、今週は疲れたからね、正直、すごい疲れてたよ。寝てどれぐらい寝たかというとね、すごいよ、覚えてない。1日12時間は寝た。休み2日あって1日12時間は寝た。すげえ寝たもん、ちょっとびっくりするぐらい、自分でびっくりするぐらいめっちゃ寝たもん、ね、来月じゃねえ、まあ来年はね、来年こそはね、やりたいかな。おお、うまくのセーブが出てってする。あ、でも23分か。あ、じゃあ今回はここまでしようかな。ということでね、まあ、来年こそはちょっとね、来年は仕事を一つ減らして、今ダブルワークやってるからね、ダブルワークやってるから、まあそれを一つ減らして、まあちょっとね、YouTube にね、YouTube 中心にやっていけたらなと今後は考えておりますので、まあ、このままね応援できる人は応援をよろしくお願いします。まあ実際4月からちょっと料理動画もちょっと出そうとは思うので、まあ、料理動画は毎日出せなくて、まあ、自分のまあ適当な日に決めてやるという形でやっていくので、まあ、このまま応援をお願いします。顔をどうするか、顔は出したくないからね。まあご視聴ありがとうございました、ね、質問などがあったらね、まだまだ4月までいや25日にしようかな、25日まで募集しておりますので、まあ早めにコメントをください。では今日の動画はありがとうございました。じゃあねー、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。